インドで傭兵としてパキスタン軍と対峙してた時、遠くから歌が聞こえてきた。知らない言葉の歌だったが、味方じゃないことは確かなので、銃をそちらに向けた時、上官に殴り飛ばされた。何が何だかわからなかったが、不思議なことにパキスタン側でも銃声が止んでいた。歌声の主は数人の年寄りで、我々に気づかないのか旗を持って一列で歩いてきていた。我々側もパキスタン側もその数人のお年寄りが通り過ぎて見えなくなるまで一発の銃弾も発射しなかった。結局その日から2日間は戦闘は再開されなかった。停戦命令も出ていないのに、どうして戦闘が止んだのかわからずに上官に聞きに行った。その年寄りたちが歌っていたのは、日本の軍歌で持っていた旗は日の丸だということを聞いた。その話を聞いてその夜は泣いた。ものすごく泣いた。その年寄りたちは第二次世界大戦で死んだ戦友を弔いに来ていたのだと知った。こんな危険地帯なのに、第二次世界大戦から何年も経っているのに、戦友を弔うためにこんなところまで来てくれる人たちがいることに涙が出た。後から知ったが、パキスタン側もそれが日本人で、かつてインド・パキスタン独立のためにイギリス軍と戦った人たちだと知って、敬意を表して戦闘を中断したそうだ。この半年後、傭兵を辞めて日本に留学した。たくさん勉強して日本語の読み書きも覚えた。何年も経って日本のお酒が飲めるようになって、桜を見ながら飲んでいた時、桜の花びらがコップに入った。それを見て急に涙が出てきた。あの年寄りたちのことを思い出した。日本人が本当に羨ましい。